NHK ラジオ国際放送において中国人スタッフが尖閣は中国の領土などと発言をした問題を受けて、辞任をした NHK の曽畑健治理事が1週間後にエグゼクティブプロデューサーとして再雇用されていた問題について NHK に質問をしました。その報告をします。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の9月26日木曜日、時間が、17時40分になろうというところでございます。はい、またまたですね、 NHK の尖閣発言問題からのですね、話題が出てきたということで、その報告でございます。ちょっとですね、産経さんのですね、記事を紹介させてもらおうと思いますが、多くの方ご存知とは思うんですけれど、8月19日のですね、13時過ぎからの、国際放送において、中国人スタッフが、尖閣は中国の領土であったりですね、南京大虐殺忘れるな、慰安婦忘れるな、731部隊を忘れるなとかいう、そういうことをですね、言った、放送テロをしたですね、問題を受けてですね、理事が、曽畑健治理事がですね、辞めたんですよね。ただ実は、その1週間後に、再雇用されていたということ、今回取り上げる問題です。産経新聞ですね、ちょっと紹介したいと思います。NHK 尖閣発言で引責辞任の前理事を再雇用、エグゼクティブプロデューサーでということでございます。ちょっとね、記事の方を、読み上げさせていただきます。ちなみにこれはですね、毎日新聞が、少し早く報じておりましたね。ということで、一応毎日新聞さんもですね、産経新聞さんもどうも取り上げてくださってありがとうございます。はい、ちょっと今回産経さんの記事を読みますね。 NHK ラジオ国際放送などの中国語ニュースで、中国籍の外部スタッフが、沖縄県尖閣諸島を中国の領土などと原稿にない発言をした問題をめぐり、10日に引責辞任した、曽畑健治前理事がメディア総局のエグゼクティブプロデューサーとして再雇用されていたことが26日分かったということで、分かったのは本日ですかね。はい、契約職員としての再雇用で、辞任から1週間後の17日付、曽畑前理事はモスクワ支局長やアメリカ総局長などを歴任しており、NHK 関係者は理由を海外での取材経験などこれまでの知見を生かしてもらうためと説明している。問題をめぐっては国際放送を担当していた曽畑前理事が辞任したほか、稲葉信夫会長ら役員4人が月額報酬 50% を1ヶ月自主返納。役員の辞任は記者らによるインサイダー取引問題で、当時の橋本現一会長らが辞任した平成20年以来だったということでございます。はい。ということでですね、たった1週間で、再雇用ということで、これに関してはですね、毎日新聞さんの方で、偽装辞任ではないかというですね、批判的なものもありましたので、本日ですね、当事務所の方から、質問状を送らせてもらったということでございます。ちょっとですね、内容の方を紹介します。こちら私が、ツイッターの方に上げたものでございますが、質問内容の方はですね、村上ゆかり秘書がですね、送って、いただいておりましたということで、はい、ちょっと質問内容を見ていきましょうか。はい。NHK ラジオ国際放送の一連の問題に関連し、辞任した理事が1週間後に再雇用されていることについて、まずですね、事実確認ですね。1番、この報道は事実でしょうか。はい。丸2、事実の場合、曽畑前理事の再雇用を判断した方は NHK のどなたなのか教えてください。引き続いて2について、今回の一連の国際放送問題の責任者等には事前に知らされていたことでしょうか。また曽畑前理事の辞任を報告した総務省に対して本件に関する報告はしていますか、していない場合しなくてよいとの判断があったのか、詳細を教えてください。4番がですね、はい、偽装辞任ではないかとの批判に対する NHK の見解を伺います。はい、5番、 NHK メディア総局のエグゼクティブプロデューサーの一般的な報酬体系や待遇を教えてくださいということでですね、確かにね、理事の報酬は、公表されていたと思いますが、このあたりはですね、エグゼクティブプロデューサー、待遇もね、ちょっと気になるところですよね。はい。ということで、曽畑蓮司前理事ね、国際関係の、経験もね、豊富だったということで、のようですけれど、
はい、まあ、ただ、今回の件を受けてね、辞任されるのは結構なんですけど、すぐ1週間後にですね、それが再雇用されているというのは、確かにね、偽装辞任と言われても、仕方ないのかなと思うところでございます。はい。ということでですね、ちょっと今回ですね、そうですね、今回ね、向井ゆかり秘書が送っていただいたので、とりあえず、回答をですね、そのうち、いただけると思います。で、いただいた回答はですね、村上ゆかり秘書のですね、X のアカウントで、紹介いただけるんじゃないかなと、思います。はい。いずれにせよですね、回答が早く気になるという方はですね、ぜひ、村上ゆかり秘書の X アカウントをね、この機会に、フォローいただけたらと思います。で、ちょっと画面の左にですね、NHK の役員のですね、ちょっと一覧を出しております。ちょっと私もですね、これまで NHK の役員ね、役員人事結構やっぱり重要だとは思いますけれど、ちょっとなかなか役員が誰かということはね、会長とか、重要なところ、いずれも重要なんですけど、ちょっと会長以外、なかなか、フォローしきれていなかったんですが、ちょっと私も今回、お機にですね、チェックをしていこうと思います。で、今回のね、件で、曽端健治理事の後任がですね、原誠樹さんという方がですね、新たに理事について、おります。ちょっとね、私の方でも、調べてみたところですね、政治部長の方だったそうです。はい。政治部長ね、なので、お顔がね、この方でございます。これ2019年ぐらいの記事ですかね。はい。ということで、ちょっと下の方にですね、紹介がありますので、はい、原誠樹さん。1990年入局、大津局、大阪局を経て政治部、ということで、はい。その方がですね、今回、曽端前理事に続いて、今回理事になられたということでございます。ということで。はい。はい。ということでですね、ちょっと NHK のね、役員の方々の人事というのもですね、やっぱり、今更と批判を受けるかもしれませんが、私の方でもですね、意識的に、追っていこうと思っております。国会の方ではですね、稲葉会長には何度もですね、ご答弁いただいてるんですけど、それ以外の問題ではですね、この山名専務理事もですね、かなりの回ですね、ご答弁の方をいただいております。はい。ということで、この機会にね、知っていただけたらと思います。山名専務理事ね、結構、過去の、なんつうのかね、情報がですね、NHK 経営委員会の方にね、議事録に載ってるんですよね。ちょっと追ってみたところ、少し面白かったので紹介します。新任の山名、ヒロかな？はい。です。山名はエンターテインメント番組のディレクターやプロデューサーを長く務め、鶴瓶の家族に乾杯やブラタモリなど人気番組を手掛けてきました。昨年制作局長に就任し、新番組の開発など、尽力してきましたが、それ以前には、人事や経営企画などマネジメント業務も豊富に経験しております。山名には交差業務統括、広報統括、地域統括補佐、視聴者業務統括補佐を担当させます。特に、広報局は4月からコーポレート部門に位置づけ、視聴者に NHK をより理解してもらう経営広報の取り組みに力を入れることといたしましたが、山名の豊富な番組制作の知見を、経営広報の取り組みに生かしてほしいと考えておりますということで、はい。こういう、NHK 役員の人事もですね、私なりに、追っていこうと思っております。NHK のね、方はですね、役員の他にも経営委員会というのがあります。で、こちらについてはですね、国会の方でね、ある程度の権限が与えられて、おります。というのも、
この経営委員会の、ね、委員の方、この人でいいかっていうのはですね、国会議員の、国会で採決されるんですよね。で、国会議員の半数の以上の同意を得ると、経営委員会になれる、委員になれるということで、ございます。ちょっとここでは、今回は紹介しませんが、はい。ということで、とにかくですね、NHK 役員ね、稲葉信夫会長で、今回のね、そばた健二理事の後任である、原誠樹理事もですね、その他もろもろもですね、いろいろとチェックしていこうと思います。皆さんからのね、情報共有も、適宜していただけたらと思います。はい。ということで、これ、なぜこういうことをしているのかというヒントなんですけれど、チャンネルクララさんがですね、財務省のね、人事を結構積極的に、動画でね、取り上げられておられるので、そういえば、私も NHK のね、人事、ちょっと、チェックしないとなというところを思いついたということで、今更ながらではございますけれど、はい、そういうところで今回、紹介をしてみましたということで、皆さんからのね、情報なども適宜お寄せいただけたらと思います。はい、ということで、繰り返しになりますが、今回ね、NHK 国際放送問題で辞任をした、そばた健二、前理事がですね、1週間で再雇用されたことについては、質問投げかけておりますので、適宜またご注目、回答の方をご注目いただけたらと思います。はい、ということで以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。